皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。ゲターニュースの記事をご紹介したいと思います。トランプ前大統領は月曜日、FBI によるマーラーゴの住居の捜索中に押収された資料を審査する特別マスターの任命を求めて訴訟を起こしました。トランプは FBI がマーラーゴの資料をレビューするのを一時的に阻止するために訴訟を起こします。 トランプ前大統領は月曜日、FBI がマーラーゴの住居捜索中に押収した資料を審査する特別マスターの任命を求めて訴訟を起こしました。なぜそれが重要なのか。捜査の結果、トランプ氏がホワイトハウスからマーラーゴに機密資料を運んでいたことが明らかになりました。彼は現在、連邦裁判所に特別主任が任命されるまで、 FBI が押収された文書を調査することを禁止するように求めています一つ、特別なマスター通常は引退した裁判官のような第三者が資料をレビューしそれが弁護士、依頼人の特権または他の法的協議によって保護されているかどうかを判断します一つ、トランプ氏はまた押収された資料の より詳細な目録を提供し、捜査令状の範囲に入らない物品を返還するよう、政府に要求するよう裁判所に求めています。彼らが言っていること、今日まで、政府は完全に協力していた大統領の家を襲撃するという歴史的な決定を正当化することに失敗しています。と、修正第4条を引用した訴状は述べています。一つ、 このマーラーゴの侵入、捜査、欧州は違法で違憲であり、私たちは文書を取り戻すために必要なすべての行動をとっています。注釈、マーラーゴ住居の捜査例示を承認したフロリダ州判事は来週木曜日までに司法省に捜査に関する先生供述書の編集版を提出するように指示しています。ということです。そして、訴状、 PDF で27枚にわたる素状も紹介されています。取り急ぎお伝えいたします。それではまたありがとうございました。